はい、皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、すごい詐欺でしたね。ブラックマンデー、いかがだったでしょうか。皆さんどうだったですか。こんな詐欺はですね、おそらく初めての人が多いと思います。まあ過去最高ですので、過去最高の詐欺ですね。すごい詐欺でしたね。もうメンタルが崩壊してる人が多いんじゃないですかね。僕もですね、かなりの詐欺を食らいました。はい、それでも僕はですね、打っておりません。今ですね、65銘柄ほど持っています。ですけれども、今回のこの下げでですね、1銘柄も打っておりません。まあ今日は買ってもいないんですけれども、はい。なぜ打ってないかと言いますと、いずれ戻るからですね。やはりこの割安株、この割安株を中心にですね、買っておけばですね、下落相場がですね、終わった時に割と早めに戻るわけですね。はい。ですので、そんなに慌ててですね、売らなくていいわけです。むしろ、買い増しのチャンスということでですね、考えてた方がいいと思います。はい。この、いつも言ってます通り、この PER、PBR、配当、そして自己資本比率ですね。ここをですね、重視してですね、割安株を買っておけばですね、大体が安心だと思います。まあ 100% ではないですけれども、分散しますので、まあ、その分散した全部の銘柄で勝つ必要はないわけですね。まあ65銘柄分散してればですね、そのうちのまあ8割ぐらいの銘柄が上がればですね、まあそれで OK とすればいいわけですね。はい。まあそういうことでですね、皆さんもですね、この割安株、これを中心にですね、銘柄選びをしてみてくださいね。こういう暴落の時にですね、まあ引きずられて下げは食らいますけれども、回復するのが早いですので、そう思っておけばですね、メンタルも崩壊しないですので、はい。今日はですね、まあそういう話でした。はい。それでは今日ものんびりと参りましょう。